千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。インハイ決まります。ワンボールツーストライク。この球は落としましたが決まりません。バッター村上、一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH 田中。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。いい球ですね。はい、低めにストレートが決まっています。ここは150キロを超えてきます。いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。低めはボール。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。はい、見逃して三振です。バッターアウト。バッターは3番佐野。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。156キロがいきなり出ました。2球目打ちました。サード取った。1塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからホークスが守備につきます。太田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド外れます。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。149キロ。今のはバッターよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました。センターライナー掴んで、まずワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田。大貫、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、2球目は何か。低めに外れてボール。ボールになります。内へ持ってきましたが外れました。ここも見送って、よく選びました。フォアボール。ファーストランナースタート。キャッチアウト。ボール。次が2球目。次が3球目。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。2回になります。ホークスの攻撃。4番バッター山田。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。2球目は何で来るか。ファウルになります。ここはバッター少々のボール球を当てに来ますよ。なるほど。さあ、どう来るか。これもファウル。4球目は何で来るか。引っ張った。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。5番バッター坂本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。まあ、ここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。低め、ワンボールツーストライクと追い込みました。バットに当たりません。三振。バッターボックスジョーン。ツーアウトランナーありません。これが1球目。いいところへ決めてきます。ストライクです。154キロがいきなり出ました。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。打ちました。取りました。一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。2回の裏、さあ、マリーンズ、この回は4番から始まります。
バッターは丸。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうして？ホークスピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンド。入れてきました。155キロ。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。いいまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。内のボール打っていった。ここはフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。バッターボックスは5番吉田。ワンアウトランナーありません。打ち上げました。落ちた。ヒットになる。レフト前ヒット。サヨナラのランナーが出ます。バッターは6番浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。一、二塁間セカンドライナー抑えてアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは7番に入っている岡本。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ストライクです。ストレート打った。抜けた。ファーストランナーセカンドがまず蹴った。ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には村上が。タッチもセーフ。これが初球。抜けてきましたね。勝負ですね。そのようですね。これが2球目。ライトへ。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。サヨナラはなりませんでした。3回の表7番から始まるホークスの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは山川。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。さあやはりそうですか。内へ曲げてきました。インコースに切れ込む変化球。惜しいですね。はい、低めわずかに外れてボール。これで3ボール。先頭バッター歩かせました。これでノーアウト満塁。小宮山さん、ここはスクイズはありますか？そうですね、スクイズというよりは犠牲フライのような気がしますね。そうですか。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。159キロ。際どい球、わずかに外れています。158キロ。ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。押し出しの先制は避けたい場面です。さあこれで決まるのか。切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。フルカウントです。切りました。ファウルボール。ファウルボールです。さあ9球目は何か。インサイド打った。ショートが抑えた。二塁フォースアウト。ホークス。さあそしてバッターボックスには宗が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。ファウルです。小宮山さん、ここはスクイズはありますか？普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど。さあどう来るか。さあ外してくるのか。空振り。ここはランナーを変えさせません。さあ初球は何か。初球ストライク。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。インサイド打った。一塁アウトでスリーアウト。マリーンズ最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは小林。マリーンズ1点ビハインドで迎える最終回です。バッターボックスには代打のオースティン。ふわふわっと上がった。
チャーが変わります。一打外の球打った、サードが抑えた、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、ファウルボール。ホークスピッチャーが変わります。一打サヨナラ、外の低め見極めます。逃げ持っていった、ワンバウンドヒットになりました。マリン、球はストライク、ストレートが決まっています。ここは見送ります。3球目は何で来るか、変化球打った、掴んだ、一塁アウト、これで3アウト。最後追いつきましたがサヨナラはならず、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定により千葉ロッテマリーンズが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとう。